こんにちは。今ちょっとこんばんはって言おうとしたら、どっちかなーと思って。パヨパヨー。はい、つー、小林美子です。高橋美香子です。うん。はい、というわけで、今回は、ボイスクールゲストで呼んでいただきましたね。楽しかったね。なんで、4人なもんだからね。ねもうクロストーク、クロストーク。誰がいつ喋ったらいいのみたいな ね, ね。自分名前言ってからこう、話し始めたりとかしてね。なかなかね。ね。こう、バトルな感じでした。なんかね、トークバトル。ラジオで喋ってるというよりも、うん、普通のなんか会議室、なんていうの、控室とかで喋ってるようなトークだったね。控室トークだったそれもどうみたいなね。まあそこがね、なんかこう、うちらの味みたいな、ねね、感じになったらいい。いいよね、そう撮って。微妙みたいな、ね。でも楽しかったね。はい、楽しかったです。もういっぱい喋らせてもらいました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ告知をね、させていただけるということなので、まずじゃあ私から、高橋美香子なんですけれども、テニスの王子様がテレビ東京系毎週水曜日夜7時からやってます。あとですね、もう一つテレビ東京系で、こちらは木曜日深夜1時15分からアクエリアンエイジサインフォーエボリューションっていうのがやってまして、その中で、美香子は森のかなえという役をやってます。ぜひ見てください。あとですね、ファンクラブパヨ任せがあったりとか、ぜひ入ってください。あとですね、ビクターの M サーブというホームページがあるんですけど、その中に高橋美香子の、サイトがありまして、またその中に美香子アットマークパヨパヨと書きまして、美香子はパヨパヨっていう、番組、インターネットラジオでオンデマンドだからいつでも聞けるんだけどね。はい、やってますんで、ぜひ聞いてみてくださーい。パヨーン、イエーイ。お母さん見てる見てるわよ。お母さん、こんなところに見てるわよ、美香子。はい。ではですね、私、小林美子からはですね、毎週金曜日夜の夕方6時からですね、東京テレビ東京系で天皇冒険記ウェブダイバーというのが、もうすぐ最終回を迎えそうな感じなんでございますけれども、結城健人という役でやっていますので、皆さんぜひぜひ見てください。それからですね、あと、キッズステーション内でですね、呼ばれて飛び出てあくびちゃんというのが毎週火曜日の、夜8時半から、やっております。いいねよしやという、これもまた男の子なんですけれども、やっておりますので、皆さんぜひぜひ、隣でうざいよ壊れた、見てください。そしてですね、あと、うざいよ本当にごめんなさい、アウトして、アウト、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。まずですね、ラジオの方なんですけれども、小林美子のミラクルシュビッチがインターネットラジオとして生まれ変わりました。わーわー、ぜひぜひ聞いてください。それからですね、3月に最後のプリッツとして最後になるのかな、サードシングルが、発売になります。プライベートエモーション、皆さんぜひぜひ聞いてちょんまげ。これね、発売中。発売中でございます。皆さんもう聞いているはずだ聞いているはずだ、信じてるぞ、というわけでですね、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。おしまい。おしまい、はい、終わったね終わったよ。まあね、隣でね、チラ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 、黄色いのが映るんだよね。視界のね、この辺にね、チラ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 ね、映るんですよね。すっごい今日の私たち、春めいてるよね。春めいてるよね。すごい、もうきらびやかよ。黄色の目に痛いみたいなね。ねえ、すごい。まあ見てる方も、うざいわ、みたいな。なんでよ、この二人うざいわ、みたいな。なんでよ痛いわ。みたいなところがありつつね。はい。まあ、春を意識してみました。してみました。何歩むかなってこと歩むからだろ。そうよ頑張るぞ。じゃあ、ゆみこ頑張る。頑張るぞ。はい。みかこ、見てるわよ。ゆみこ、見てないわよ。ふざけんな何でよ、食べててそれかよ。嘘。お互いね。ね、頑張ろうね。頑張ろうね。頑張ろうね。ああ、楽しかった。なんかね、含み笑いもありつつね。含み笑いもありつつね。妙なままありつつね。はい。というわけで、じゃあ私たちの、しっちゃかめっちゃかトークは、幕を下ろします。はい。というわけで、小林美子と高橋美香子でした。バイバーイ。バイバーイ。